皆さん、こんばんは、マーティン。では、ミラクルボーイ、ケイグタクです。今日は近代文芸、まあ、作品いろいろちょっといっぱい言うのもあれなので、ちょっとまあ、簡単にざっくり言いたいと思い、マーティン。まずは、森鴎外さん、まあ、舞姫、一番人気。三笑太夫、もう短編ですね、これ。鴎外さん、高瀬文でも作品いいですね。夏目漱石さん、あの言葉。我が輩は猫である。名前はもうない。我が輩は猫である。中編のあの、坊ちゃん。あとは草枕。それから三四郎。まあ、猫という言葉が、いろいろことわざありますね。心もあります。島崎藤村のあの、破壊。壊の感じが全然違いますけども。夜明け前。これ、長編小説、これ。いいです。志賀直哉さんの和解。小僧の神様、暗夜行路、これ長編特に面白い。芥川龍之介は羅生門、授業で習いました。花、あとはまあ、カッパ、武道会ですね。これ羅生門作品も出てますし、いろいろありますね。谷崎潤一郎、まあ、細雪です。川端康成といえば人気の伊豆の踊り子、雪国が人気。あと、樋口一葉さんの竹比べ、これね。いいですね。太宰治の人間失格、津軽も人気ですが、走れメロスですね、やっぱり。いぶせますじさん、これね、三章、奥屋根の上の左腕、黒い雨人気、梶井吉次郎さんの冬のハエ、レモン、これね、有名な作品ですね。中島敦さんのいい三月期、これ聞いたことありますし、勉強になりました。井上靖さんの、まあ、天平いらか。あとは、三島由紀夫さんのあの、金閣寺、これ長編作品。あれ、舞台ですね、京都を舞台にしたの。大江健三郎さんの広島ノート、これ、エッセイ本ですね、これは。村上春樹さん、文学賞逃した人、ノーベル。風の歌を聴け、ノルウェイの森が人気。あとは、1984、これも人気でございます。これ、村上春樹さん、ご存知でしたでしょうか？というわけで、一旦以上にします。バイバイ。